18歳と81歳の違い。恋に溺れるのが18歳。風呂で溺れるのが81歳。道路を爆走するのが18歳。逆走するのが81歳。心が脆いのが18歳。骨が脆いのが81歳。ドキドキが止まらないのが18歳。動悸が止まらないのが81歳。